45兆円巨大化してる。週刊ビッグハッピー、どうも大光秀明です。今回はですね、そもそも私がベースとして携わっている事業、半導体産業、それだけを見ると一般の方には分からない世界かもしれませんけども、実は異業種とですね、いろんなところでコラボレーションができるんじゃないかなと、知見が生きるんではないかなと、考え方が生きるんではないかなと、技術も使えるんではないかなというふうに思っています。その部分についてご紹介をしたいと思います。さらにですね、なぜ私がこの日本の産業を元気にしたいといって、いろんな分野に関心を持って行動しているかということなんですけども、サービスそのものが、半導体を購入するわけじゃないんですね。サービスをする人たちがそれを実現するために、いろんなツールとか道具とか手段を使うわけですけども、その中に半導体が一つの解決手段として使われていくと、道具として部品として採用されているということですね。ですので、通常のマーケティングとか経営から考えると若干こう離れたところにあるような関係なんですけども、今やはり私が危機感を持っているのは、日本の産業が本当にどうやったらこれ以上もっともっと成長していくんだろうかという点なんですね。そういう視点でずっと考えているもんですから、ついついこうサービスのレイヤーから、産業全体のレイヤーからお話を始めて、それを実現するために半導体がどう活躍するんだという、そういうロールの仕方っていうんですかね、考え方というところに至っています。さて本題です。半導体って皆さんご存知ですかね。何だろうと物理物性はよくわかんないやって言われそうですけど、今世界中でですね、45兆円産業だと言われています。年間ですね、45兆円という金額が動いている産業です。で、私は東芝に入社した、1980年前半の頃っていうのは、いわゆる産業の米ということで、日本でもですね、おそらく30社ぐらい、30社超えてたかな、半導体を開発し、取り組んでいました。事業として取り組んでいました。で、日本企業が世界のトップ10に6社7社がですね、日本の半導体メーカーだという時代が、1980年代っていうのはあったんですけども、今ですね、日本だけじゃなくて、世界中でメーカーブランドの寡占化っていう形のものが起こっていてですね、どんどんメーカーブランドが減ってるんですね、集約され始めている。じゃあ産業が衰退していくのか、決してそうではありません。ある調査会社のデータによると、2040年にはですね、100兆円産業になるっていうふうに言われてるんですね。今45兆円ですから、倍増以上、向こう20年でしていくというような感じの予測も出てるので、成長はしていくんですけども、プレイヤーがむしろ減るというような感じだから、減るんですけど言い換えると巨大化していくっていうことですね。今ですと、そのブランドを持ったメーカーだけではなくて、例えばファブレス、つまり工場を運用するとこだけに特化したですね、製造だけに特化した台湾の企業、TSMC とか UMC みたいな会社もあればですね、またまたその製造設備をですね、その最先端の半導体を作るために開発していくっていう製造設備メーカーもございます。さらには部材、材料ですね、その半導体を作るための露光塗布材ですね。で、紫外線とか光を当てて露光させて、で、エッチングって言いましょうか、そのいわゆる酸化膜を剥いだりとか、いろんなこういう工程があるんですけども、そういうメーカーもある。いろんなバリューチェーン、サプライチェーン、そういうものでつながっているというのはこの半導体産業なんですけども、だんだんプレイヤーが減っている、同時に巨大化しているということですね。ちょっと特徴があります。で、さて、じゃあこれがですね、何の役に立とうかということですけど、ヒントはですね、半導体産業って大きく2つビジネスの流れがあります。1つは垂直統合型ビジネスですね。ある1つのブランドでものづくりからマーケティング、その前の商品企画含めて最後の販売促進、拡販までですね、一貫してやるという垂直統合型のモデル、それからですね、水平分業型というですね、あるブランドの半導体の名前はあるんですけども、そこの製造工程、設計とか製造とかですね、それからアプリの応用関係とかいうところは全部、違うメーカーがですね、そこを協業して作り上げていくと。よくファブレス、そのブランドのことをファブレスって言って、でファブの方は外注さんに、水平分業の、パートナーに頼むと。
ということですね。まあ、こういうモデル2つがあるということですね。で、垂直統合モデルの代表というのがメモリですね、キオクシアという会社ですね。まあ、本体から分離して今独立しましたけども、まあ、ナンドフラッシュですね。それから日本ではもうなくなっちゃいましたけども、まあ、デーラムという、まあ、マイクロンとか今三星とかありますけども、まあ、そういうメモリー、それからあとパワー半導体ですね、電力をまあ制御したりとか、モーターを駆動したりとかいうようなものでございますけども、こういう半導体も垂直統合型で、垂直統合型の特徴はですね、やっぱり製造技術にノウハウが、まあ、開発が必要であって、どんどん先端の技術に研究開発の投資をしていくと同時に設備も投資が必要、非常にタイムリーに送らないといけない。でそこにノウハウが全部あるもんですから、水平分業で外に出すというと、まあ、これ真似られるというようなことも出てくるので、まあ、結局そこのメモリーとか、パワー半導体みたいなものについては、実は垂直統合型のモデルっていうのが世の中でも普通一般常識的に、使われている、マネージされているということです。一方水平分業モデルは何かということですけども、これは代表的なのは例えばクアルコムとかですね、まあ、いわゆるそういうスマホのですねプロセッサーを作っているようなメーカーというのは、最初の設計は自社でやりますけども、ものづくりは台湾の TSMC に依頼したりとかですね、場合によっては三星にサムソンのファブ受けに出したりとか、グローバルファンダリーに出したりとかというような形で、まあ、半導体の製造受託をする人、パートナーというところに、まあ、投資を、まあ、依頼をするというような形になっています。まあ、この2つがあってですね、大きな違いはないかって、垂直統合型はどちらかというと、ちょっと言い方が変ですけども、まあ、汎用的に使えるようなものが多いんですね。で、水平分業型はどちらかっていうと、ある特定のセットとか機器とか、それからトレンドですね、流行ってるとか流行ってないとか、流行っててもせいぜい1年だねとか2年とかね、すごい非常にサイクルが早いようなやつ、こういうようなものは水平分業型モデルに移行していくという形になってますね。まあ、そういう意味でこの2つがですね、半導体業界 そのプレイヤーとして、ブランドとしてあるということは認識をしておいていただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みじゃない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメント欄にぜひ投稿をお願いいたします。私の方からも回答、もしくはコミュニケーションを上げるためのいろんな言葉を投げ込んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。大光秀明がお届けしました。